楽しい楽しい楽しい、いや名機だなやっぱ、これが一番の名機ですよ。あ、どうも、おたんじぷらさんです。今日はですね、バッテリーが溜まっちゃってるんで、ちょっとね、放電します。いつもね、バッテリーの充電器で放電をね、やったりするんですけど、もう面倒くさい時はもうこうやって、ホバです。ホバ練習がてらに、もう、放電。放電するしかないよ。もうすごいぞ。あ、点滅しだした感じよ。そう、なんかね、冬場が、皆さん、俺もう、この間冬飛ばした時に、もうバッテリーがすぐダメになったよね、って思った。したら、あったかくなったらやっぱバッテリーで大丈夫なもんなんですね。なんかいきなり息をして入りました。なんかこう、OSB で確認できるんですけど、大体。もう、尋常じゃないぐらい数字が減っちゃって、これ。すげえなっていうぐらい、バッテリーの量がねえわって思ったら、しかも買ったばっかのやつですよね。やっぱ冬場はダメなんですね。やっぱりちょっと火入れてあげて、火っていうのはね、熱というかこう電気を入れてあげないと、でもダメみたいで。あ、でもこれ、あ、で今ランプが、あ、こっちね。今行っちゃってますよね。あー、ちょっと抜きづらいか。はい。これでちょっとね、電池が。充電が。ピコピコピコってなった。あ、まあでも、すぐそうなるやつとならないやつがあるってことは、多分まあ、その中でもやっぱね、バッテリーの劣化が、ちょっとね、進行しやすいタイプと、あると思う。さっきはね、なかなか、色は変わらなかった。これ今緑色かな？緑色ですね。ちょっと飛ばして、あ、これもバッテリーだね。全然色は変わらない。最初からもうね、赤になってるやつもある。色でちょっとバッテリーランディングがね、わかるから。何回か。まあこれアングルモードだからすげえ簡単だけどね。アングルモード。アングルモード。アングルモード。あ、今黄色くなりましたね。赤になりましたね。ちょっと放電しとかないとさ、やっぱり、マッチングがダメなんですよ。まあ練習ですよ。これもうアクロモードすげえむずいからさ、ちょっとこれでね、アングルモードで。楽しい。いや、名機だなやっぱ。これが一番の名機ですよ。持つね、やっぱり。持ちますね。
でこになんかゴーグルつけとくもいいよね。お、赤くなってきた。さっき見ようよ。いいだろ。まあ、点滅しだしたらでもいいけど。でもまあ、あと2個ね。2個やっちゃいましょう。そう。あ、これは早い。もう黄色になっちゃった。一番負荷をかけてやると、あ、でもこれやっぱりね、上に上げて落とし、急にずっと落としてあげるとやっぱ踏ん張りが効かないってことは、バッテリーあんまりいいんじゃない。あ、もう赤なの。あ、これちょっと、もう赤色になっちゃった。踏ん張りが効かないね。これバッテリーやっぱ分けといた方がいいかも。でもこれ新、ちょっと新しいっぽいね。ちょっと新しいバッテリーが、そういうパターンもあるわけですね。わからないですからね、そればっかりは。まあ、しょうがないです、これは。バッテリーもね、大量に作ってますから、どっかしら、ダメな部分に割り振られちゃう可能性もあるんで。これは緑がまだ。ですね。はいはい。こんな感じですね。こんな感じ。あ、よいしょ。例えばこれは、スロットル上げて、落としても、ああ、やばい。せっかくプロペラ変えたばっかなのに。チャチャチャンってなっちゃう。あ、でもこれ、パワーまだある。まあ、ちっちゃいバッテリーだからね、飛ばして放電しちゃった方が早いよね。僕はそっちでやってます。今日いい練習になる。あー、いいね。あ、見ない。おい、ウェイウェイウェイ。やっぱね、対面飛行ほど難しいものはないから。距離があったやつ。うん。こんな感じだな。はい。色も変わってきた。オッケー。皆さん、このね、LED で分かりやすいんですよ。バッテリー残量が減ってる感じ。やばい。たまりに止まって。どんどん持ちになってきちゃう。はい。これでちょっとね、今日は放電することができたんで。いや、皆さんやっぱ試すぎはダメですよ。ちょっと僕もね、ちょっと、今回はね、長時間試すぎちゃったから、ちょっとバッテリーに悪いことしちゃったな。いつもバッテリーにごめんなさいって言ってくださいね。満パンで保存しとくのは危ないですし、あとはバッテリーにも良くないので、皆さん、ちょっとね、このように放電していきましょう。はい。まあ、今日はね、放電フライトをさせていただきました。いつも見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録お願いします。あとは高評価お願いしますね。以上、谷パーさんでした。バイバイ。
この辺でドローンさせていただきます。ドローン。